こんにちは、泉ひなです。今日はですね、久しぶりにゲットレディ泉をしていきたいと思います。今日はこんな感じで、ちょっとレトロガーリーな感じでメイクも髪型もやってみましたので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで、レッツゴー。まずはまだ洗顔もしてない状態なので、お肌を整えます。こちらのピカムンのバリアサイクルトナーパッドを使います。このデコボコした方の面でお肌の汚れを落とします。これだとあまりメイク前の保湿もしすぎずに済むので、メイク前と保湿しすぎるとよれちゃうんだよね、特に今からの季節。今日のカラコンはこちら、ミムコのピュアグレージっていうのを使いたいと思います。はい、片目だけつけてみるとこんな感じです。めっちゃナチュラルに透明感のあるグレーな瞳が可愛い。そういえばね、今数日前にシミ取りをしたばっかりで、ちょっとだけね、かさぶたっぽいのが残ってて、そばかすっぽくなってます。じゃあメイクをしていきましょう。まず日焼け止めとしてメラノ CC ディープデイケア UV 乳液を使います。これは SPF50 で PM もプラス4なので、しっかりね、日焼け止め効果があって、実際ね、なんか最近 TikTok で日焼け止め検証みたいなのをされてる方がいたんですけど、メラノ CC が全然焼けてなかったので、日焼け止め効果はかなり高そうでした。しかもこれ何がいいってね、おしろい効果もあるので、ほら、塗るとワントーン明るくなってくれるんですよね。それがすごい助かる。片側だけ塗ってみるとこんな感じです。お肌にツヤ感も出るし、綺麗にお肌を見せてくれる感じがいい。じゃあもう片面もケアに塗っていきましょう。で、首にも塗っておくと、首がいつもより明るく見えるので、顔と首の色が違うってこともならないし、首から丸ごとさ、透明感が出るというか。そしたらベースメイクは割といつも通りですね。ニラコプライムプライマーのトーンアップ、私はなるべくもう最近はノーファンデを目指していて、まあ、これはなんか結構ファンデに近い化粧下地でかなりカバー力があるので、これで塗っちゃうとほとんどファンデのがいらなくなるんですよね。しかもめっちゃ崩れにくいから、これマジおすすめ。買ってからほとんど毎日これ使ってますね。ノーファンデを目指すためにね、それこそシミ取りしてたりとか、肌管理したりして、スピンのね、肌を綺麗に近づけるようにしてるんですけど、やっぱりね、スピンだと赤みとかが気になる時もあるので、こういうカバー力のある化粧下地っていうのはめっちゃ助かる。片側だけ塗ってみるとこんな感じです。やっぱり塗るだけでさ、肌の色ムラとかをめっちゃ綺麗に均一にしてくれるね。全面に塗っていきましょう。プリティルマスクフィットレッドクッション17番 C を使って、ちょっとだけね、スポンジにちょっとだけ取って、コアラの赤みを抑えます。これはね、かなりカバー力が高いので、私はもうコンシーラー代わりに使ってます。そしたらバニラコのプライムプライマーパウダーを使って、 T ゾーン小鼻鼻ほうれい線の上にのせていきます。最近だいたい30度と暑い日が続いてるので、しっかりパウダーをのせます。そしたらお肌はいい感じですね。シェーディングにはいつも通りセザンヌのナチュラルマットシェーディング02番クールトーンを使います。しっかり目にブラシにとって、目と鼻の間からこんな感じ通して、こうやって鼻のこのつながりの部分でもしっかりと塗ります。小鼻にもしっかり広がるように、アイホールにも全体に塗っておきます。片側だけやると片側だけ鼻筋ができた。マジでこの作業があるのとないのとじゃ顔の引き締まり方が違うからね。ちょっとアップノーズ気に見せたいので、ここにも横に入れておきます。そうするとちょっとね、ここだけ浮いて見えるんだよね。あとは唇の下のくぼみ。アイシャドウはエチュードのプレイトンアイパレットカシミアモーブを使います。全体的にこんな感じのくすみカラーですね。ラメも入ってて使いやすいの。チークも入ってる。私はこのアイシャドウを使って眉毛も描いちゃいます。このね、薄茶色をアイブロウブラシにとって、この下のラインからまっすぐこんな感じで引いて、次に眉山、そしてあとは中を埋めるようにこんな感じでシャッ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 とやって、ブラシに残ったもので眉頭を少し塗ります。眉頭はちょっとボケてるくらいの方がナチュラルに綺麗な形に見えるのでおすすめ。いい感じじゃない？ちょっとね、眉頭をいつもより中に入るように塗っておきます。はい、こんな感じでこっちもやっていきます。はい、眉毛はこんな感じです。この一番右のね、ピンクのカラーを取って、アイホール全体に伸ばしていきます。かなりね、ピンクなのでぼやっとしつつベースを作ってくれて、メイクの雰囲気を作ってくれます。で、涙袋にも同じカラーをのせます。
系を入れた方が涙袋は作りやすいんだよな。そしたらこのブラウンを取って、まつげの生え際から5ミリ程度のところに全体的に塗っていきます。次はこの濃いブラウンを取って、まつげの生え際から5ミリくらいのこの目尻の部分に塗ります。この時に目尻のこの際から1センチくらいはみ出るように塗ると目の幅が広く見えます。そしたらさっきのこのアイブロウブラシでこのブラウンを取って、涙袋の影を描きます。涙袋の影はこうやってね、すぼんで下からこうやって影を入れて、黒目の内側から黒目の外側5ミリくらいまで引いて、その後に残ったやつで目頭も描きます。で、指でぼかすと、はい、涙袋爆誕。あと同じカラーをね、この目尻のこの三角ゾーンのところにも塗っておきます。ここ前まで地雷ラインっぽくちょっと空白も空間も入れてたんですけど、余白か、最近は埋め尽くすようにしてます。そしたらアイライナーには D アップのシルキーリキッドアイライナーのブラウンブラックを使います。目尻の際の5ミリくらい手前から入れて、ちょっと今日は跳ね上げようかな。こんな感じで途中までは垂れるんだけど、最後にピョッと跳ねさせました。ビューラーには資生堂のビューラーを使います。根元、中間、毛先くらいの3段階に分けてしっかりめに上げておきます。マスカラには D アップのパーフェクトエクステンションマスカラのブラックを使います。これもね、筆がめっちゃ細いのよ。だからめっちゃ細かいところまでやりやすいのと、束感がすごい綺麗に作ってくれるので、今からつけるつけまをなじませやすいなと。つけでまつげがしっかり上がってないわ。じゃあつけまにはこちらの C のね、こういう束感っぽい感じのつけまを使います。多分5個で5セットで500円とかだった気がする。でこれがね、結構目の幅が広いんで、内側のね2束をハサミで切ります。そしたらこの D アップのつけまのりねを根元にしっかりとつけて、でつけていきます。この時に目尻の際から私は8ミリくらいはみ出るようにつけます。はい、そうするとこんな感じになりました。めっちゃ可愛くない？やっぱり根元アイライン入れとこ。はい、こんな感じです。そしたらちょっとプラスでアイシャドウとかを付け足していこう。ちょっと濃いめに。あとはこのキラキラとこのキラキラをちょっと混ぜて、アイホールの黒目の上のところに縦に入れます。これが全体に入れすぎるとギラギラっとなりすぎてしまうので、これくらいが大事。あと筆でね、この涙袋のとこにも入れます。はい、こんな感じ。じゃあ一旦アイメイク終了して、こっちのアイメイクもやっちゃいます。最悪取れてなかった。どうしよう、チークから最悪。もうまずはちょっと工程を説明しますね。まずこのアイメイク終わったら、このセザンヌパールグローハイライトのシェルピンク、これをまず指に取って鼻先にチュン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 とやるのと、鼻筋にまっすぐ一本線を引きます。この時にさっきシェーディングしたところに重ならないようにね。あとはブラシをにこう塗って、ほっぺたのこの出っ張ってる部分とこの目と鼻の三角ゾーンのところに塗ります。とこの顎の部分と、あと唇の山の部分にも今回塗りました。そしてその後にチークを入れます。チークは今日使ったこのアイシャドウの一番右のピンクの部分をブラシに取って、今回はこんな感じで横長に扁平に塗りました。でこの時にトン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 やって、こうぼやーっと血色感が出てくるような感じに塗ったのと、あともう一回ピンクを取って、下から鼻先と顎先にも入れてメイクに統一感を出しました。はい、じゃあリップだけ取ったので塗り直します。こちらエチュードのフィクシングティントのミッドナイトモブを使います。これを下唇に全体的に塗ります。で、これだけでメイク完成でも可愛いと思うんですけど、私はちょっとグラデーションっぽくしたいので、ロム&のこういう濃い系のピンクを下唇の真ん中に塗ります。真ん中内側に塗って、でまんまと唇でグラデーションを作ったら、夏らしい血色感のあるツヤっとした感じのメイクです。
したらこんな感じでメイクができたので次は髪の毛をやっていきましょう。いつも通り前髪はカーラーで巻きます。これはダイソーのクリップカーラーです。でもクリップとして使わずに普通にカーラーとして使ってしまいます。クリップするとさ、巻かれすぎちゃうんだよね。で今回は最近の私の一押しアイテムを使うんですけど、こちら 3COINS で購入した2000円のこのウェーブアイロンです。これマジで使いやすいしね、めっちゃ可愛くできるの。温度が2段階なんですけど私は高い方でやってます。まず顔周りの毛から巻いていきますね。私はだいたい3束ずつでやってます。毛先が外にくるんと跳ねるようにこんな感じで挟みます。で数秒置いたらほらこんな感じでウェーブがつくんですよ。そしたらこのまま次またこのアイロンを反対にして、向きを反対にして続きのウェーブを作ります。私は大体毛先から根元の順番で巻くようにしています。しっかりと時間を置いた方がしっかりとウェーブがつきやすいので、まあ、日によってこの置く時間は変えてますね。私は15秒くらい置いてるかな。はい、そしたらこんな感じでウェーブができたので同じように他の束もやっていきます。他の束も同じく毛先が外にくるんとなるように始めてます。交互にね毛先外を内にしてもいいと思うんですけど、私の場合毛の長さがね結構切れ毛とかで違ったりもするので、まあ別にそこまで気にしなくていいかなって感じ。私って髪の毛が少なくはないんですけど細すぎてあんまり髪にボリュームがないのがちょっとコンプレックスだったんですけど、このウェーブアイロンを使ったら頭は大きくならないのに髪にボリュームは出て見えるから、それがすごい私のコンプレックス解消っていうか嬉しいなと思ってます。今まではコテでウェーブヘアとか作ることも多かったんだけど、やっぱりここまで綺麗にウェーブヘアにはならないんだよね。なんかもさったく見えてしまう時とかも多かったので、やっぱウェーブヘアにはウェーブアイロンだなと思った。2000円で安いし 3COINS で買えるから。はい、こんな感じで片側負けたので冷めさせてる間にこっちもやっちゃいます。パーマかけたいなってずっと思ってたんですけど、さすがに私が今の髪の状態でパーマやったら多分溶けちゃうんですよね。しかもパーマしたらさ、ストレートヘアとかやりにくいじゃない。だからすごい迷ってたんだけど、このウェブアイロンでパーマっぽく仕上がるからパーマ欲は消えた。めでたしめでたし。はい、そしたら一旦全体的にウェーブはつけたので、まず前髪を下ろします。前髪もねこのウェーブしても可愛いとは思うんだけど、なんか一回やったら私全然似合わなくて、それ以来もうやるのはやめました。そしたらこれだけじゃちょっとあんまりボリュームが出てないので、この上を細めに毛束取ってこんな感じで巻きます。この時はこの上がこうカールが始まってほしいので、この向きで、この真ん中が外羽になるような感じの向きで巻きます。そうするとこんな感じでね、ちょっと頭にボリュームが出てくれる。これを後ろにももう一束と、あ、これちょっとやりすぎた。あと後頭部ですね、ここの後頭部もこの上の部分一束こんな感じでやります。なんかウェーブ結構ねありがたいのが、適当にやっても結構様になるんだよな。そしたら同じようにこっちもこの表面の部分だけボリューム持たせます。はい、そしたらこんな感じでヘアアレンジもしたので着替えていきます。はい、そしたらこんな感じで用意は終わりましたのでお出かけしていきたいと思います。これグリルでね福袋で当たったブラウス、メイクもめちゃくちゃいい感じだし今日調子いいわ。今回の動画が参考になったら嬉しいです。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。 Get Ready With Me 楽しかったみたいなね、一緒にメイクするよって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますのでぜひフォローお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。